1294年の岩長半島岩長の行政区分では、元朝の採用した行政制度について述べる。岩長の行政制度の最大の特徴は、行中書証制度を採用したことにある。各地方には、当初行中書証が設置され、一般に行中書省または行商と称されていた。この制度は、近朝が採用した行商書証制度を添い重ねしたものであり、 元来は、近朝同様に、中央政府より、地方に派遣された臨時の行政機構であった。後に、南宋攻撃等の要因が重なり、行省は、地方政務を管轄する行政機構となり、次第に、第一級の地方行政区画へと変遷していった。元初の核交渉の管轄範囲は広大であり、また頻繁な変更が加えられていたが、元朝中期には、 制度の安定化が見られ、全国を、中小省直轄地、信ブ院管轄地及び十一行省が設置され、行省の下には道、府、州、県が設置された。道派行省の管轄とされ、府州派行省直轄のものと、道管轄のものに分けられていた。また県も道直轄、府州管轄のものの二種類が存在していた。岩頂の国土である、 大東及びその近郊は原浦と称される、行中諸省直轄地域とされた。原浦は、現在の河北、山東、山西及び河南、内蒙古の一部が含まれ、行省は設置されなかった。また、全国の仏教関連事務を管轄するために、設置されたノブマサインであるが、仏教以外に、製造高原地区の群生事務を管轄しており、一種の直轄地域を形成している。 ありがとうございます。